1983年東京都知事選挙は、1983年4月10日に、執行された東京都知事選挙。第10回統一地方選挙の一環として実施された。現職の鈴木俊一は2期目を目指し、立候補。一方、前会長大物の大田薫で敗北した、革新側は、日本社会党委員長の明日方、和夫らが、 社会民主連合代表の伝秀夫の擁立を画策したものの、連合東京等が強行に反対され、他の擁立は見送られた。その後、総評事務局長、富塚光夫の仲介で、社協共闘を維持するために選挙運動は最小限しか行わないという陳協約のもと、毎日新聞論説委員の松岡秀夫が統一候補に押され、鈴木の対抗として立候補した。 小賀雄也は、日本自由民主党公認で立候補。赤尾聡氏は8回目。深作聖二郎と、南都署は4回目の都知事選出馬。タクシー運転手の高橋光も、無所属で知事選に初挑戦した。さらに、1980年代後半に、ミニ政党軍団の台風の目になる、東京都水道局職員の福田拓船は、 木本幸夫率いる日本国民権利用護連盟の公認で初出馬した。12名、届け出順各候補の得票率、投票率は47.96%で、前回1979年の55.16%を大きく下回った。候補者別の得票数の順位、得票数、得票率、赤配率、協託金募集外境は以下のようになった。 協託禁断のうち、没収とある候補者は、有効投票総数の10%を下回ったため、全額没収された。得票率と赤配率は、未発表のため暫定計算とした。社協共闘で立候補した松岡は、知名度の低さ、迫力の無さにで遅れが重なり選挙戦は、苦戦を強いられた。さらに、松岡の出馬決定までに、立候補の声が上がった,たを支持する市民運動派は、 排除される形になり、マイタウン東京のキャッチフレーズを掲げる現職鈴木に惨敗した。この時から29年間都知事選での社協共闘は途絶え、2012年都知事選で、宇都宮賢治を共に支持するまで、社協がそれぞれ単独擁立、あるいは共産のみ擁立が続くことになった。その他の候補では、小賀雄也が日本自由民主党公認で出馬し、 自由民主党推薦の現職、鈴木が通例に従い無所属で立候補しているため、一部の有権者に混同を生じさせに万票近くを獲得し、赤を上回る3位となり県票工作は成功した。さらにこの都知事選に続き、6月の第13回参議院議員通常選挙と12月の第37回衆議院議員総選挙でも、日本自由民主党、 日本公明党を名乗る一派を率いて、旺盛な選挙闘争を展開、おのので上位に食い込み、一躍時代の長寿となった。ありがとうございます。